西暦2026年世界で同時多発した第一核変動アースレイジにより世界は4つに分断された。4つの大地では支配、戦争、天災、飢餓が勃発し、人類は混乱に陥った。しかしそんな中、世界の中心に一つの巨大な塔がそびえた。天に向かって伸びるその塔は世界を見下ろすがごとく勇壮で、人々はそれが未来を暗示する礎だと信じた。そしてそれは神に一番近づける場所としてバルブの塔と呼ばれた。新切さんのご到着ね。さて、また忙しくなりそう。ここが終点らしいですよ。こちら閻魔鳥といいまして最重要デバイスです。申し遅れましたが、俺アンクルデスと申します。先輩とは長い付き合いになりそうな予感がします。
All right, we back live from the five, baby. We're back. I know that's probably goofy. All of this shit's goofy. I love it. Thank you.
のキノコを分けてくれないか。やる気みなぎってきましたか。毒キノコじゃなくてよかったっす。That shit ran right through his fucking cock hole. します？ああ、その前にね、ちょっとタイトル出してきますね。決まりなんで。マザーバルブのご利用ありがとうございます。このガイダンスではバルブの塔のさまざまな魅力について説明させていただきます。バルブの塔は総面積 5.97 平方キロメートルのサウス東京島に立つ塔です。その起源は2026年に起きた世界同時多発大地殻変動アースレイジで、高さは514メートル、高層ビルのおよそ130階に相当し、今もなお高さを増し続けておりますが、地殻変動との関連は不明です。頂上まで険しい道が続きますが、無事登りきると御利益があるという伝説があり、塔に訪れる人々の多くは頂上を目指します。しかしながら過酷な条件が重なることから、抗うことのできない力の The closet fur goblin has made an appearance again. What are you doing, baby? この塔の特徴です。
You want to be famous? She does not care about that. I don't either. That moolah, bitch. あ、起きました。先輩寝ちゃうから、もう電源送っちゃいましたよ。え？何の電源かって？デスドライブ12%ですよ。さっきやってたじゃないですか。やばかったでしょ。もう最高なんすから、これ。あ、かっこいいっすよね。レッドイットダイ。これプレイしとけば問題ないですから。 もうやることは単純明快です。バルブの塔のてっぺんを目指すだけ。いわゆるローグ系っていうか、ハクスラーっていうか。先輩、ゲーマーじゃないですか。なら大丈夫っす。とりあえず、やりましょう。準備できました。早速やりましょう。 Like I did this already. また来い。